うやって飛び込むのか。インコース要求、エレーズ、エレーズゴー、グッパー、うわ、あんなとこまで行く。いやいやいや、ペイオフピッチ、インサイド要求ですが、ちょっと中に入った、ずっとアウトコース低めに丁寧に投げれてたんですけどね、最後その1球甘く入ったの、ここまで。まあずっと外外外、うわこういうの、いやもう野球なんかやってる時やってみたかったのか、打った瞬間それと分かる。センターへ打球が伸びて、俊太見上げて、ボールはバックスリーの上段、ペゲーロ勝ち越しが一番手伸びゾーンで投げてはいけないというね、はい、とこなんですけど、いや恐るべしですよね。はい、もう打った瞬間三塁が行くようにっていうのを意識してるんだと思います。はい、ライトへ、これはもう行ったでしょう。第2号上段席までボールは届いています。中、コンパクトなスイングができたと。うん、今のなんかでも相当力の入った、はい、あのスイングではあのないようにも見えたんですが、そうですね、ねえ、はい、D1、 5球目センターへ打球が上がって、俊太が見上げて、これも上段席にボールは飛び込んだ。決まったんでしょうけども、はい、まあもう亀尾ロペス、これは間違いないでしょう。いや上段に突き刺さる当たりでした。いってらっしゃいませ。絞りやすくなりますね。捉えた、快音を残した、どこまで飛んでいくか、上階席の方に飛び込んでいきました。まあ、今でもね、はい、アウトコースの真ん中に入ってインコースより入ってますからね、少しシュート回転してますね。すくい上げて、もうセンターの糸井はほとんど動きません。あ、やっぱり上段の方にライトに上がった、ライトはもう一歩も動きません。スリーランホームラン、ユーケは上がった瞬間にほとんど動きませんでした。まあ打った瞬間ですもんね。どうでしょう、これはもうレフト追いません。来日、これ第2号、おっと外周路まで来ました。0対ないですけども、はい、フォークですね、はい、ちょっと高めに入りましたよね。まあ、ですから一番飛ぶという、はい、そのまま外周路まで来ましたね。重たいバツですから、それであのボールまでの打ちました、ビシエド、少し頭行きかかりましたけど、はい、うまく体が止まってね、バットが前にポーンとこう大きなフォロースルーまで、はい、入るので、はい、あ、梶谷隆之ライトに上がった、いい当たり、どこまで伸びるか、いってらっしゃいませ。梶谷隆之の先制ツーラン、ホームラン最多タイということですかね。逆球ですね、はい、一番バットが出るところですね、インローの、はい、ナイスバッティングですね今のは。まあ、足の状態もね、はい、大丈夫だって言ってたんで、完璧だって言ってたんで、ハムストリングの状態ですね、はい、体力ない時から、はい、ね、知ってますけど、ね、中村打球は左中間よく上がった、もうセンター見送っています、どこまで行ったのか、4番の一発、岸からホームラン、王にはなれません。This is see you later goodbye。 今度はこれツーシーム、まあ、ストレートですか、じゃあツーシーム系ですよね、先ほどホームラン打ったのと、今度は看板直撃弾です。
行きましたよ。1950年以来の記録並びました。渡り歩いてはいるんですが、もともと先発ピッチャーだったんですけど、レフトへ持っていきました。打球は伸びて、そしてうわー、5階席だ。完璧な一発になりますですよね、はい。そしてこのボール、うわー、ものすごいスイングです。ここまで飛ばしました。It is out of here. Goodbye. ダフィー今シーズン第3号ですけどもね、スタンド上段に飛び込みました。ね、ここですね、まだこれ分かりませんね。さあ、そしてこの後は7じゃないでしょうかね、どうだー、バレンティンの当たりは看板を越えていったでしょうか。反撃の一発は5番のバレンティン。東京ドームが静まり、吉村さん、どこまで行きましたか。証明です。4月15勝8敗2位から5月3勝10敗で4位まで順位を下げてきました。柳田打ち上げて、センター俊太が見送った。いきなりホームランを、ちょっとね、ボールカウントの持っていき方がね、あまりいい感じではなかったので、はい、そういう意味ではね、もうまっすぐ一本狙いぐらいの感じでスイング来ましたよね。それをまた打ち損じをしないで打ったってことですよね。フルスイングで捉えた打球、かなり飛びましたよね。もうバックスクリーンのビジョンのすぐ下したかったので、タイムリーヒットになってよかったです。おっと、都合が打った打球はライトの最上段へ。汗を言うの忘れましたけれども、インコースの球を捉えた打球はライトのすごかったと思うんですが、初球打ち高く上がった。秋山の一発、ライオンズ同点に追いつきます。頼りになる1番秋山、今シーズン第8号ビハインドの展開、はい、かなりインステップしてくるので、これライトに上がった、距離は十分、この当たり見事に持っていきました。打った瞬間でした。いや、完璧ですよ。ウィーラー、アマダーという外国人3人が出てきます。ライトに上がっている打球、ライトはもう見送った。素晴らしい打球がどこまで行ったか、ご覧いただきます。どこまで飛んだか。推定飛距離151メーター。できればね、一発でちょっと雰囲気を変えてほしいんですけど、どうでしょう。その言葉通り、すごい飛距離です。5月からね、途中から、カットボールですよね、スライダー。14試合連続安打はホームランで決めた柳田。これも最上段じゃないですかね。すごい飛距離ですよ。声援がひときわ大きくなりました。どうだ、ここはレフトへ。ロメロの打球は放物線を描いてスタンドに入った、超特大のホームラン。皆さん、この存在がやはりこのオリックス開幕直の好調を支えたっていうのは、なんとなく今のホームランでも、いや見事ですね、はい、初めて見る多分マシソン、メジャーリーガーだったわけですね、はいはい、バットも相当短く持ってますからね、また飛ばしてます。外に構えて引っ張ってレッドに上がって、ああ、バック入った。これはスタンドに入りました。打たれるという傾向もあるんですよね。出ましたね、いやハマスター敦夫が、
ごめんなさい、これをね、落とせっていうのはね、私のリードも落としたいというふうに言ってましたので、それを落としきれなかった。この後はもう少しストレートで押していってほしいとも話しています。確かに有谷さん、変化球の割合の方が多いですね。大きいだ、いった、いった、伸びていった、これですよね、エルドレッドの中押した。1打席目で話をしてくれました。ちょっと指を挟んでる感じがありましたが、やっぱり6番にエルドレッドがいる怖さっていうんですかね。そうあると思うんですね。初球を打ってこの当たりは右中間へ高く上がった当たり、もう外野見送った。1回の表の迷うことなくていうんですかね、あまり調子が良くないバッターに対してこの内の逆球になったというんですかね、まあ、今スローで見るとやっぱり、そんな簡単にいったんじゃないよなと思った。下の打ちたかったでしょうからちょうどいいですね。これもきれいですね、今のでね、完璧ですね、ほらこれももう145メートルは間違いなくいってますよね。それが、ね、ここまでそのゴロアウトになる要因だったと言っていたんですが、これはライトに高く上がってベイスターズの応援セクションに飛んでいきました。ジミー・パラデス2試合連続ホームラン。重心を後ろ足に残すということで、さあこの当たりは入りました。ボールはどこまで飛んでいったんでしょうか。でも場外でしょ。ですよね。いや今のはもう横浜公園の森の方にボールが飛んでいきました。変化球を引っ張ってカーブですね、はい、まあ、この辺パラデスの方が体勢崩されてないんですよね。レフトへ快音残してスタンド一直線、大きな大きな追加。インサイドちょっと落ちてきましたもんね、実は山本さん、もうパワーが魅力のエルドレッドなんですが、何かを小さくつぶやいたでしょうか。その唇が上下に少し動くのが見えました。集まった京セラドーム大阪、そのファンの前、あとゲレーロの当たりはレフト見送った、入りました。
6試合ぶりの20号ホームランになりました。ゲレロ選手、ああいうの曲がり球のね、抜けたの強いんですよ。はい、まあそれにしてもね、はい、カウントも3ボール2ストライク でしたから、ストライク取りに行ったんですけど、ちょっともったいなかったなというふうに思いますね。今のボールやっぱ勝負にならないですよね。2エンド2から、あと陽大からの当たりはレフトへ、大きな当たりが吸い込まれていきました。ホームラン、4試合ぶり超特大の第2号ホームラン。少しボールがどうでしょう、高かったでしょうか。あ、そうですね、今のはねちょっとこう高いところに行きましたね。まあでも陽選手もね、はい、あの素晴らしいスイングしましたね。いや本当にそうですね。ライトへ行った、手応え十分、上段だ。今シーズンは随分楽になるでしょう、はい、間違いないですね。そうですね、はい、ここへやっぱり打球が飛べば本人はホッとするでしょう。タックルカーブですので、はい、落差があるんでね、まあ、確かに取ったところは低いですけどね、はい、レフトに上がったこの当たり、大きな当たり、もうレフト一歩も動きません。真ん中高めに入ってくるともうダメですね、まあ、力がありますんでね、反対方向も今のでも振り遅れでホームに入りますんでね、ライトに上がった大きな当たり、完璧ですね、持っていきました。ベゲーロ、インサイドが外に行っての、あのファーストゴロでしたけど、どうだ、打球は高く上がってライト上の身を切った、上段まで運んでいきました。ね、そうですね、スライダーですかね。その先ほどの前の対戦でちょっと逆球というお話ありましたが、はい、スライダーというかちょっとカット気味のボールですね。あ、そうでしたか。打たれた瞬間、そんなジェスチャーも振りました。ここもインサイド高く上がった、もうレフトゲレーロ見上げている。2試合連続のホームランになりました。サインを、ね、うなずいて投げた以上、ね、あの投げ切らなきゃいけないんですけど、はい、少しそういう投手の心理も出たようなボールだったような気がしますね。浅田さん、そのあたりいかがですか。うん、あのやっぱり、ね、今ボールにできないということでね、昨日チェンジアップホームランされてますんでね、もう一度行くのか、もう一度行くのか、レフトスタンド、打球が消えていきました。エンドレッドに本当に同じような感じですよね。なるほど、フルカウントのあの2ボール 2ストライクからのボールを見極めて、まああれは今のね、はい、小笠原選手が投げた瞬間ボールでフルカウントをしましたから、ちょっとここはあのもったいないホームランだし、笠原選手のスタイルですからね。はい、そうですよね、はい、さあこれ入ったでしょう、いった、ついに待望15号追撃のホームラン。したいんですけどね、そう簡単には打てませんからね。これがまあ今日は本当あまりボールなかったんですけども、本当に真ん中来ましたね、それをストレート3球、4球目、グッバイ、今日2本目、ライオンズ2本のホームラン、ホームランです。佐藤が許したホームラン、まあ、やっぱりこうインコース要求が甘めに入るとね、はい、しっかり捉えられ、打った、打ち上げた、大きな当たり、場外ですか、同点のツーランが出ました。ねえ、かねえ、
ごいホームランでした。場外ですね。いや場外補聴が投げてる方はちょっと怖いですね。ライト後方のフライダー大きいぞ大きいぞ、スタンドまで届いた、軽く届いた、5階席だ吉田正尚、ね、アウトサイドがやや真ん中寄りに来ましたけどね、もう一発で仕留めてますしね。いや豪快ですね。もうこちら喋る間もないぐらい、いやボールが本当消えるように飛んでいきましたからね。そうでしたね、変化球叩いて打球はレフトに飛んでいく、文句なし、逆転のツーランホームラン。パワー、どこまで飛んでいくのかという打球。いやこれこそ打った瞬間でしたね。そしてこの野村の表情、おっとこれは拾っていきましたが右中間伸びていって入りました。パラです。今日は4打席時間のスタンドに運んでいきました。上段まで行きますですね。まあ完全に逆球ではありますけども、まあそれでもなんだろう、読み勝ちみたいなところがあります。打ってこれは文句なし、恐れていたその長打はホームラン。一球前より甘く入ってしまいましたし、はい、一番こう長打を打たれてバッターはホームランを狙っているところに、投げてしまったっていうところでね。うわこれ、当たった上当たりました。今今宮選手も映ってましたが、はい、魅力のある選手多いですよね。いや本当勉強になりますね。あ、はい、そうですか、普段から、はい、ライトへ西川文句なしだ、どこまで行った。大きな一発ファイターズの西川の、いやすごかったんですけど、数字もすごいですよ。これ見てください。これはそうなんですよね。打球速度170超えてますしね。そうなんですね。もう打った瞬間です。あのファイターズもシーズン中からかなりこの数字参考にしているそうで、シーズンでも今シーズン最高172キロという数字を出したことがあるそうです西川。